鬼滅の刃無限列車編第4話感動の追加シーン、閲覧注意の衝撃の追加シーン、すべて紹介します。鬼滅の刃の優しさ、そして厳しさを見届けろ。第9回鬼滅大学開幕。失格です。早速1枚目の追加シーンを見ていきましょう。こちらです。こちらオープニングの前になりますが、結核の少年が炭治郎の無意識領域に侵入していきます。その際に炭治郎が起きてしまい、無意識領域に大きな穴が開いてしまいます。結核の少年はその奈落に引きずり込まれそうになるんですが、炭治郎の心の精霊がそれを助けると。確かに無意識領域に侵入している際に本人が覚醒してしまったらどうなるのか、これは謎になっていたんですが、ここでそれが明かされました。と同時に炭治郎の優しさも自然に描くことができた。素晴らしい追加シーンだなと思うのと同時に、もしあの結核の少年があの奈落の中に落ちていたとしたら、これは僕の予想ですが、あの少年はもう現実世界に戻って来られなくなるんじゃないかなって、だからこそ炭治郎は助けてくれたんじゃないかなって。これによってより結核の少年が炭治郎の優しさに心を打たれる、その動機づけがさらに明確になったかと思います。続いてこちらは新規のシーンではないんですが、前回の話で飛ばされてしまった善逸と伊之助の無意識領域のシーンです。前の動画で僕はこれは原作にもあったシーンだからこの第4話でやるんじゃないかなって予想してたんですが、ここは的中しました。そしてこちらは追加シーンです。善逸と伊之助が無意識領域に侵入された際に現実ではどんな表情をしているのかというところが描かれました。劇場版では例えば善逸だったら禰豆子と一緒に昼間にデートしているシーン、その時は現実世界の善逸はデレデレとしていましたが、無意識領域に侵入された際のこの表情っていうのは新規のカットでした。さらにそれらを見守る禰豆子のシーンが追加されていて、炭治郎についても追加のセリフがありました。自分自身に目覚めろと、そう言い聞かせるシーンです。そして次が衝撃の新規カットです。それは炭治郎が夢から覚醒するために自らの首を切るというシーンなんですが、劇場版ではそのシーンの直接的な描写は避けられていました。しかし今回深夜帯ということで今画面に映しますが、炭治郎が首を切るにあたってものすごく葛藤するシーン、そして実際に炭治郎が自分の首を切るシーンを背中越しではありますが生々しく映しております。首を切るというと、例えばこの後演武だってね、人間の形していて首が飛ぶシーンがありました。その前で言えばルイとか鬼の首はこれまでに何度も飛んではいるんですけど、やっぱり炭治郎がってなると見ていて辛いなって思った人も多いかと思います。僕も辛かったです。でもあのシーンは鬼滅の刃炭治郎の物語を描くにあたってその覚悟を示す本当に大切なシーンだから、それを批判を恐れずに描いた UFO テーブルさんは素晴らしいなって、これが正解だったんじゃないかなって僕は思いました。このシーンについては炭治郎の新録の音声も追加されています。そしてその次の追加シーンはおそらく今回の話では最高難易度で気づいた人ほとんどいないんじゃないかなって思うんですが、炭治郎がうわーと言いながら覚醒するシーンです。劇場版では炭治郎の顔がすぐに映されるんですが、今回アニメ版では新規カットとして炭治郎の手がピクッと動くシーンが描かれてました。これはちょっと細かすぎますね。まあその後に炭治郎が伊之助たちを起こそうとするんですが、そのシーンは BGM が追加されていました。その後結核の少年が炭治郎の無意識領域の中で奈落の底に沈んでしまいそうになると、さっきのシーンがもう一度回想され、結核の少年が自分の思いを語るんですけど、これも気づいた人かなり少ないと思うんですが、言葉が微妙に違っていました。まずは映画版です。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。それに対して今回アニメ版では病気の苦しみから逃れられるなら人を傷つけても構わないと思っていた。まず劇場版では病と言っていたのを病気というふうに言い換えてます、まあ、これは意味が分かりやすくなるようにかな。そして締めの言葉がちょっと違います。劇場版では人を傷つけてもいいと思っていたと言います。いいと思っていた。それに対して今回のアニメ版では人を傷つけても構わないと思っていた、構わないに変わってます。これも細かい変更なんですけど、劇場版の方はいいと思っていると言っているんですが、いいと言ってしまうとちょっと積極的な感じがしちゃうかなと。今回アニメ版では構わないと言い方になったことで、できれば人を傷つけたくはないんだけどっ
致し方ないってそのニュアンスが出たのかなって。ちなみにほんの一言のセリフ変更ですが、声優さんがアニメに出演する際はその声優さんのランクごとにギャラが決まっていて、その言葉の数が多いとか少ないとか主役とか脇役とか関係なく支払われますので、あの少年の声優さんに関してはあのシーンに自分の思いを全てぶつけてると思うので、ぜひ聞いてみてください。そして目覚めた炭治郎と結核の少年が会話するシーンがありますが、アニメ版では BGM が追加されていました。ここでアイキャッチです。まずはエンムです。そしてもう一つがネズコでした。その後の追加シーンはこちらで、エンムが自分の能力について説明するシーンがさらに細かい説明に変わってました。劇場版のエンムくんに比べてアニメ版のエンムくんの方がちょっと親切になってる。まあこれ僕だけかもしれないんですけど、 M ってあんな嫌なやつなんですけど、ちょっと可愛げを感じてしまうんですよね。あれで性格が良かったらなって思わずにはいられません。それはさておき、具体的に追加された説明は、これは遠隔術である、夢だと気づくまでそこは現実だと M が追加で説明をしてくれています。ただそれによって尺がちょっと伸びましたので、そのシーンは煉獄さんが眠っている様子や一般の人たちが寝ている様子が映されていました。その後のシーンですが、アニメ版では大きくカットがありました。劇場版では炭治郎が伊之助に対して列車全体が鬼になっていると説明をするんですが、そのシーンが丸々カットされて伊之助が通るぞのシーンにアニメではなってます。これをカットした理由は明確で、視聴者の目線で言うと、さっきエンムがもう分かりやすく能力説明してくれてるので、それを炭治郎が聞いて伊之助に説明するシーンまで見せることはないかなって。それを今するぐらいだったら、そのシーンは今飛ばして来週に回すんだと思います。来週から見る人とかやっぱり1週間空くので忘れちゃったって人もいると思うんですよ。そういう人たちのために、来週冒頭で列車全体が鬼になっているって状況を炭治郎が伊之助に説明する、そこから入る、これは間違いないかなって思います。そして最後は大将こそこそ話が追加されました。今回は伊之助の春日井ガラスであるどんぐり丸についてでした。どんぐり丸と伊之助は行動を共にすることってすごく少ないんですよ。その理由は原作で描かれてましたが、伊之助がまあね、どんぐり丸はカラスなので食べようとしちゃうと、まあ伊之助山育ちでカラスとかを食べてたのかもしれないですね。さすがに食べられるわけにはいかないから、どんぐり丸は伊之助とはあんまり行動を共にしていないと。ただそんなどんぐり丸ですが、物語の最終局面で伊之助と極めて因縁のある鬼のところまで誘導をします。どんぐり丸もちゃんと活躍しています。しかし今回の話は炭治郎が首を切るシーンっていうのが衝撃的だったんですが、それ以上にやっぱりいつも引っかかるのがエンムのセリフ、こいつはまともじゃないって。エンムって思えばずっとそう思ってきたんだろうね。一番まともじゃないのは自分のくせに、相手がおかしい、相手が悪い、死に際もそんな感じですよね。これは人間時代からあんまり性格変わってないそうです。そして炭治郎自らの首を切るのはすごく勇気がいるし強さがいると思うんだけど、エンムに言わせたらそれは狂っていると。エンムのその受け取り方を見て、強いことと狂っていることって神一重なんだなって改めて思うわけなんですが、炭治郎のあの大切な人を守るためにどこまでも強くなれる、言い換えると狂える、あの感覚ってのは平和な時代を生きている僕たちには共感できないかもしれないけど、でももし炭治郎のような厳しい環境に日本人の僕たちが置かれたら、強くそして狂っていくのかなって、それは歴史が証明しているかと思うんですが、願わくばそんな時代がまた来ないことを祈ってます。ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の鬼滅大学で会いましょう。またね。